スカイラー・コルファクスはアメリカ合衆国の政治家。インディアナ州選出下院議員及び第17代アメリカ合衆国副大統領。コルファクスはニューヨーク市で生まれ、1836年に両親と共にインディアナ州ニューカーライルへ転居した。彼は1841年にインディアナ州セントジョーゼフ郡の副監査役に任命された。その後インディアナステートジャーナル紙の立法部記者となった。彼はサウスベンドフリープレス紙買収の関心を示し、1845年には同紙をセントジョーセフバリーレジスターと名称変更した。同紙はインディアナ州北部の保育等機関紙となった。コルファクスは1850年に州憲法制定会議のメンバーとなり、第32議会への保育党からの候補として、下院議員選に出馬したが落選した。彼は共和党から第34議会に当選し、続く6期を務めた。彼は1863年に下院議長に選出された。彼は共和党の副大統領候補となり、1868年の下院選候補として、再指名されなかった。1868年に彼は共和党のユリシーズ・S・グラントの伴走候補者に指名され、1869年3月4日に副大統領に就任し1873年3月3日まで同職を務めた。コルファクスはクレディ・モビリエ・オブ・アメリカのスキャンダルに関係したため1872年の大統領選挙では、再指名されなかった。彼は公職を去った後講演活動を行い、1885年にミネソタ州ブルーアース郡マンケートで死去した。彼はインディアナ州サウスベンドの私立墓地に埋葬された。ありがとうございます。